パンツがくるりん、パンツがくるりんとジャンプして立ち上がるジャンピングパンツを作ります。パンツがくるりん、15センチ四方の折り紙とようじを1本用意してください。まず折り紙を裏返し半分に折ります。折り筋をつけ広げます。手前の端を中央に折ります。さらに中央に折ります。折り筋をつけます。折りやすいように全体の向きを変えます。こちらの端も中央に折ります。さらに中央に折ります。ここまで折ったら全体を広げます。このように横の折り筋がついているので、これが縦になるように90度回します。そしてまた半分に折ります。折り筋をつけ広げます。手前の端を中央に折ります。さらに中央に折ります。折りやすいように向きを変えて、こちらの端も中央に折ります。さらに中央に折ります。ここまで折ったら全体を広げます。このようにマス目状の折り筋ができています。手前1段を折ります。さらにこの折った部分を半分に折ります。折りやすいように向きを変え、こちらの一段も折ります。折った部分を半分に折ります。この折り筋を、右端のこの折り筋をこのように谷折りします。その隣を山折り、その隣を谷折り、山折り、谷折り、
とジグザグに折ります。このような形を作ります。そしてこの折り筋で手前をこのように縦に90度折ります。そしてこの右の部分、ここをこのように V 字にへこませます。用紙を使って V 字にへこませ、そして上から押し、この部分をこのような M のような形にへこませます。このように形作ります。その隣、同じようにまず用紙でこのようにこすって V 字に軽くへこませて、上からこのように指で押して M 字に畳みます。このような形を作ります。同様に用紙で V のへこみを入れます。上からへこませ M 字に閉じます。左端も同様に、まず用紙で V 字のへこみを入れ、指で押し M の形に閉じます。このような形ができました。反対側も同様に、この折り筋で手前を90度、折ります。そして、用紙で V の V 字のへこみを入れ、上から押して M の M の形に閉じます。その隣も同様に V 字のへこみ、上から押して M の形、用紙で V、上から押して M、 用紙で V 字、上から押して M、 このように折ります。これでジャンピングパンツの
完成です。蛇腹部分を縮めて寝かせて股の部分を押さえ弾けばくるんと回って立ち上がります。ぜひ作ってみてください。くるりん。